焼板線は、かつて、栃木県塩谷郡、藤原町の新高徳駅と、同県焼板市の焼板駅間を結んでいた、東武鉄道の鉄道路線である。焼板線は、現東武絹川線を開通させた下付、電気鉄道によって、高原山六沿線の木材や鉱物資源を、搬送するために開発された、鉄道路線である。今でも、駅跡近くには製材所の面影を残す。 構造物が見られる。下野電気鉄道は、太平洋戦争中の1943年5月1日に、陸上交通事業調整法に基づき、東武鉄道に買収され、八田線も、絹川線と共に、東武鉄道の路線となった。しかし、絹川線が日光線と接続して、浅草駅からの直通列車が走るようになったのに、 対し、メインルートから外れた焼板線は近代化も行われず、1959年6月30日をもって廃止された。最後まで蒸気機関車が混合列車を引く昔ながらの運行形態が続いており、焼板線の廃止をもって、東武鉄道における蒸気機関車による旅客列車は2017年の SL、大樹の運転開始まで姿を消した。 新高徳駅西蜘入駅、蜘入駅、長峰に扱い書店長駅、足場駅玉瀬駅柄堀駅高下駅、八板駅塩屋山地の森林資源を取り扱う、林用手押し軌道との接続駅事業者名は東部、八板線廃止時点の物番年は五往復。明治生まれの古典蒸気機関車を使用していたため、八板より、高下に向かう、旧国道四号越の高下橋の坂。 高岡の丘陵越えの坂に差し掛かると止まりそうなスピードになり乗客が降りて列車を後押ししたという地元では家電のポッポ記者と呼び親しまれていた焼板線廃止にあたっては道線が塩屋町の主要生活路線としての機能も一部有しているとして東部バスが転換バスを焼田から進行得 日光、いまいち、絹川温泉間で運行させることとなった。しかし、採算性が悪かったため後に撤退し、その後は、東の交通、さらに、塩屋町代隊バスに引き継がれるも2003年3月で撤退した。2003年4月からは藤田合同タクシーと塩屋、交通が、一般路線バス事業に参入する形で、八板から新高特間で運行を開始した。 主に国道461号を経由している。しかし、道路線の焼いた焼いた高校間に塩谷交通が無料バスを運行したことや塩谷高校の倒廃号もあり、経営が悪化。塩谷交通は2013年頃に休止、藤田合同も2014年5月21日に突然全線運休。12日間の空白期間の後、6月2日から5日まで。 日光市と塩谷町が運行し、6月6日以降は、日光市、塩谷町、矢板市の3市町が運行している。矢板市内は、本町経由から、塩谷病院経由に変更された。ありがとうございます。